栃木の小田倉選手です。2012年の後期は、これまで3度の優勝もありますが、近況の調子などはいかがでしょうか。そうですね、10月まではすごく調子良かったんですけれども、ちょっと先月練習でも調子悪くて、で最近調子良くなってきて、今回まあ松戸を走らせてもらってるんですけども、この松戸からしっかり踏めるようになれたらいいなって思ってます。2013年は、1走目が砦となりますが、ご自身のイメージ相性などはいかがでしょうか。相性はまあ普通だと思います。で新たな1年になりますけど、2013年はどのような1年にしたいとかありますかね。まだまだ力が足らないので、ワンランクツーランクステップアップして、しっかり強い相手もにも勝てるように頑張ります。最後にファンの皆様に、砦に向けての意気込みをお願いします。栃木と茨城で上位独占できるように頑張るので、ぜひ見に来てください。よろしくお願いします。